こんばんばは小石にきです、えー、今日は金曜日ということで仕事終わって、えー、大手本屋さんに資格、えー、の本をいろいろ読みなさっててですねかなりテンションが上がったんですけれどもまあ今私勉強意欲が高くてですねまあ資格の本なんか見て、えー、そうやってテンション上がるだけじゃなくて、えー、まあその試験に向かって、えー 着実に、えー、勉強していこうと思います。ということで、えー、本筋とそれましたけども、今日はお話し,したいのは行動一択あるのみ人生はトライアンドエラーという話です。まあもうご存知の通りですね。もう人生、えー、生きてたらですね。まあいろんな問題とか課題とか、えー、まあ。 最難まれることとかまあいろんな壁にぶち当たると思いますでその中でいろんな選択肢が出てきて、えー、こっちに進もうあっちに進もう、えー、これやるやらない、えー、どうしようでこう思い悩んだ時にとにかく行動あるのみ、えー、思ったことを実行に移してくださいうん早い方がいいです えー、で人生はトライアンドまあ人生というかトライアンドエラーにつながるんですけどもやって、えー、失敗した挫折したでもやらないとそれ分か分からないはいでまた変えていけばいいんですでこう失敗せずにこひょうひょうと軽々しく最短で えー、人生を謳歌したいという人もおられますけれどもそうはうまくいかない、えーえー、全然失敗しないよと、えー、言った方に、えー、お会いしたことはないし、えー、失敗したからこそ成功の次の道が開ける、えー、とも言われますはいなんで、えー、結論やっぱりトライエラー えー、の前の、えー、トライを早くしようと、えー、迷って暇はないともう行動一択で、えー、どん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 道を切り開いていきましょうと、えー、それが実は一番最短なのではないかと、えー、言ったというお話で、えー、結びにしたいと思います。ははい、えー、今日はあー 行動一択、人生はトライアンドエラーというテーマで、えー、お話しさせていただきました。えー、皆さんよい夜をお過ごしください。